はい、ということで今回はヤンキース時代の松井秀喜選手を作ってみました。まあ、これはねもともとある松井選手のフォームを改造して作っております。ちゃんとね、あの肩をフンフンってやるのがねフンフンっていうのはおかしいけど、ちゃんとアニメーションにねあるんですよ。まあ、元々のがだからね、まあまあまあすごい似てないわけでもないけど、うん、わあ入らねえか、調子乗った顔がねマジで似なくてね、本当に申し訳ない、もう顔むずすぎてね本当にいやでもまあ似てるっちゃ似てるかな、うん、おし、このホームランのねアニメーションもデフォルトなんで、ちゃんと松井さんらしいいいね、幸先いいね。なんだっけあのピッチャー、ちょっと名前忘れましたけど、めちゃめちゃ有名ね リュ・ヒュンジンかヒョンジンかも忘れましたけどドジャースにいたよね昔。お、なんかすんのかと思った。いいね、ヤンキースタジアムのホームラン、すげえ飛んだな初ホームランの手だからね、この世界だと。イエーイ。いやでも今思うとさ、すごい時代に、ヤンキースのものすごい時代にいたよね。なんか言葉がやばいけどさあのAロッドとかね、ジーターとかポサダとかさ、すごい選手が、そうそうたるメンバーがいる中でレギュラーとしてね活躍してって本当にすごいことですよね。やっぱ松井さんは本当すごいわ。またねジャイアンツからね名門ヤンキースっていうのがねロマンあるわ。ナイスヒットどこ向いてんだ今のヤンキースの選手は。全然わかんないや。松井さんの時はね結構メジャーリーグ見てたんで、すげえ踏ん張ってたね今の人。ゴー、抜けろー、いける、俺の俊足いけた意外と間に合っちゃった。お、ゲレロジュニア、夢の共演。さあ打ってくれるでしょうか。ゴー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 、回転。お、初の守備機会、懐かしいですね。レフトでしたね。来い、お、来た謎のダイブ、あダイブしすぎた、見せてくれ強肩を。おー、あ、惜しい。あ、僕のミスのせいでいいっすね、立ち姿がもう松井さんそのものですね。いや今回は真面目に取るよ。あれ余計なジャンプをしたせいで飛びたくなっちゃうんだよな。肩めっちゃ強いっていう、ね、お、陽気なおっちゃんだね。まあいいですよ、バットで返しますよ。すごい、ちゃんと松井さんだ。クイックイってあのルーティン。松井さんいた時は旧ヤンキースタジアムだったのかな、あの頃は。もらったわ、完璧だ、いいね、ゴーン。まあこうやってね、もともとメジャーにいた選手を作るのもいいかもしれないですね。まあそんなに人数はいないですけどねお茶目の松井さん出てきた。
なんやかんやイチローさん絶対やらんやろこんなこと。アメリカ流松井さん、いや、いいホームランだ。お、勝ちましたね。さあ2試合目はレッドソックス戦をやっていきたいと思います。なんかね、宿敵感がある勝手に。お、左ピッチャーか、嫌ですね。おー、落ちない、落ち、おー、落としてる調子乗りました。完全にやりましたね。うわー、高い、すごい普通に観光しちゃってるっていう。今回真面目に取りますよ。堅い守備を見せていく。レフトに打ってみたいけどな難しいよね、どうしてもやっぱ引っ張っちゃうんだよな。 OKOKOK、 いいね、綺麗なヒットだね。いいっすね、55番。ジャッジかと思ったら全然違った。これは1、2塁走れないね。あ、ゲッツー取られる。駆け抜ける。キワイの飛んでこないかな。バックホームしたい。なかなかバックホームの機会出ないよね。このゲーム始めてほぼないんだけど俺。うらー、アウトにしてやる。くそー、惜しい。いい肩してたんだけどな。まあ、もうランナーいないから肩の見せ場がないや。ここはもう おふざけするしかない。おいおっと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 、間に合った素晴らしい守備を見せていく。よし、ここでもホームラン打っていきたいな。まあライトも、あー、やっちゃったな。なんでいつも下振っちゃうんだろう。打席回ってくるの早いですね。これは最後の打席かな。いや、めっちゃ松井さんだこれ。反ってるね、すごい。あー、まあヒットだけどいいでしょう最初の試合結構ホームラン打ってたからね。うん、さあランナーとして終わるのか、あ、守備で終わるのかな。落ちない。あ、でもツーアウトか。最後は守備で締めくくりますか。じゃあ最後ぐらいはね、ちゃんと取っていきたいけど。うろうろ、おお、いけこれさ、決めてたらめっちゃいい最後だったのに。でも外していくあたりさすがだよね。滑り込まなくてよかった説あるよね。てかうろうろしてなかったら多分普通に取れたんだろうな行き過ぎてるやつだね、はい、飛び込む必要がなかった。お、もう一度神は私にチャンスをくれるみたいですよ。さあ次どんな打球飛んでくる。タッチアップさせたいよね。いや無理やん。なんか操作が効かないんだけど。壊れた何もできないんだけど。おーい、おー、
初めてのバグ、全力で壁際に走ってくっていう画面から消えてしまうっていう、いやこんなことあるんだ、全然カーソル効かなかったんだけど。守備長くない？なんか近くない？どうした？なんか近くない？こんな近かったっけ？なんかおかしいぞ、大丈夫か？ということでしっかり締めれましたねハプニングもありましたが、あれすげえ守備機会あんじゃん、全部やるのすごいね。もうすげえ打たれるしな。おいしょ、ドーン。全然終わらんやん9回おい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 、すげえ長いな。いい加減ちょっと抑えてくれよチャップマン。あ、もう大丈夫だ。はい、ということでね、やっとこさ終わりました。ということでここまでご視聴いただきありがとうございました。これからもね、メリビズ署の動画アップしていきますので、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。それでは。